はい。それでは今回は二次行列式の性質ということで、二次行列式の性質というのを、A、二次行列式をですね、行列、二次正方行列 A に対して、この行列式 AD-BC を対応させる写像というふうに考えて、まあその性質を見ていこうと。ですね。だからまあ、例えば二次関数は fx イコール x 事乗っていう関数がありますけども、それは、 まあ、X 上という式なんですけども、それを X に対して X 上という値を対応させる関数として考えたときに、まあ、二次関数というものになるわけですけども、まあ、0で最小値を取るとか、あえー、下に、グラフは下に取じてるとか、そういう性質がありますね。同じように、行列 A に対して、二次正方行列 A に対して、その行列式、AD、A-B-C を対応させる写像が、まあ、どのような性質を持っているかと。はい。ということで、えー、それを見ていきましょう。ということですね。 まず最初に AC または BD が00である。つまり、1列目、2列目、いずれかが0であると、この行列式の値は0になるということですね。で、同じように行に関しても、どちらかの行が0、0行であれば、行列式は0になるということですね。それから、AC イコール K 倍の BD となっている。もしくは AB イコール K 倍の CD となっている。と、つまり、 列もしくは行にこう比例関係があるような場合は行列式がゼロになると。それからですね、えー、列または行を入れ替えると符号が反対になると。まあ、前回のエグザンプルあの、例題計算の中でもですね、行と列を入れ替えた場合があって、えーまあ、値が符号が変わるということをちらっと言いましたけども、これはですね、実際、まあ、例えば、これは列を入れ替えていますね。AC と B 流入れ替えて、 あれ、これは行を入れ替えているわけですが、どちらもですね、BC-AD になってですね、これは AD-BC の符号をひっくり返したものになっている。で、各列または各行の成分ですね、これについて、定数項のない知識になっている。と。例えば、1列目の AC っていう列に関してみると、この A と C に関して AD、AD-BC は DA-BC ということで、定数項のない知識になっていますと。 で、同じように BD に関しても定数項のない知識になっていますと。AD-CB ということで、えー、各列の成分に着目すると定数項のない知識になっているということで、これは言い換えるとですね、AC、BD、それぞれに関して線形写像、線形関数になっているということを意味しています。つまり行列,行列との積でかけるっていう話が、行列の定める写像のところでありました。 線形写像は行列との積でかけるというのを実際ですね、確認してみると、まあ、AD-BC っていうのは、まあ、D-B っていう行ベクトルと AC というの積あるいは -CA と BD というの積と書けますし、まあ、行を主体にすれば行に対して右から書けるという言い方もできるわけですけども、いずれにしろですね、この線形写像、線形関数になっているということがわかります。はい。ここで挙げたような行列式の性質なんですけれども、 ここでクイズですね。このような性質を満たすようなこの式として AD-BC がありますかと。まあ、例えば先ほどちょっと挙げた、え下に突で0、0で最小値を取るような二次関数は他にありますかと。そうするとまあ、例えば 2X 以上とか 3X 以上とかもあったわけですけども、えこれに例えば11を通るとかいうふうに言うとですね、まあ、X 以上に限定されるわけですね。 はい。ということで、まあ、このような性質を持つもの、つまり、この上に上げたような行または列に関して、まあ、一方がゼロであればゼロになるとか、比例関係にあるとゼロになるとか、入れ替えると符号がひっくり返るとか、まあ、こういう性質を持つものは他にあるでしょうかということですね。えー、まあ、これについては次回以降解説していくことにします。はい。えー、それでは二次行列式の性質の例題として、えー、次の問題を考えてみましょう。 二次正方行列 A について A の行列式が T であるとき以下のものを T で表せと。ただし A の列ベクトルは AB、行ベクトルは PQ というふうに書いて A の行列式を AB などと書くと。PQ を横並べたらこれもまあ縦に、ま、えー、っすぐの絶対値のような線にしても同じですね。はい、どうなりますかということでちょっと先ほどの復習確認ですね。としてちょっとやってみてください。 はいえ。それでは、答えはこうなりますね。と、まずですね、1番ですけれども、A と A ですね。これはつまり1列目と2列目が同じってことですから、まあ1対1になっているわけですから、これは0になります。それからこれですね、入れ替えると、これ符号がひっくり返っているんですけども、入れ替えると符号が変わるという性質があります。それから一方が0だと0になる。これはちょっと難しいんですけども、これはですね、A、A たす B っていうのは、 これ AA と AB の和になるんですね。実はこの、ここの2列目に関して線形性がありますから、線形性があるっていうことは、つまり AA と AB の和になるってことですね。で、AA は0でしたから、これは AB と等しいので t になる。こういうことになります。まあ、このことは後でまだもう少し、えー、基本変形との関係で見ていくことにしますけれども、はい。行に関しても pp は0と、qp はひっくり返して -t と、qq はもちろん0。 はい。で、えっと、最後の8番なんですけども、これは、P、ピータス9、ピータス9で同じものがありますから、0になるんですけども、これをですね、先ほどのこのちょっとこう、線形性を使ってちょっとこう、展開してみましょう。そうすると、P の P タス Q、1行目に関して、関する、これに関する線形性ですね。それから、Q の P タス Q と、こうなります。で、これはですね、P の P と、P の Q と。 この二行目に関するこの線形性ですね。プラス9の P と9の Q と、こういうふうになるんですね。と、ここは、ま、0です。0ですね。ということで、これとこれ足したものになるわけですけども、これは、ひっくり返すと0でしたから0になるわけですね。で、ここでですね、これ、ま、同じ行があるわけですから0と分かっているので、つまり、同じものがあったら、これ同じものがあったら、これは0になりますよと。 同じものがあったら0になりますよっていう性質が、を使うとですね、これは0と。それから線形性を使うと、これとこれも0と。これとこれも0と。そうすると、この入れ替えたら符号が変わるってことが出てくるんですね。で、入れ替えた符号も変わるっていうことを、使うと、え、この、同じものも0になるってことが出てくるんですね。なんでかというと、なんかこう同じもの P と P があったらですね、これ入れ替えます。これ入れ替えると符号が変わるんですね。 でも、入れ替えたら、こう、入れ替えてもこれ一緒ですね。PP ですから。ということは、つまりこの PP を X と置くと、X イコールマイナス X ってことですから、X はゼロってことですね。符号を変えても等しいものってのはゼロしかないので、これはゼロしかないと。で、これロになる。ですから、実はですね、この線形性っていうのを仮定すると、こう、このひっくり返すと符号が変わるという性質、交代性と言いますが、これと、え、ー 対化性、同じものがゼロになるっていうことは、同値になるということがわかるんですね。まあ、このことはもっと一般の時にもう一回やりますけれども、まあ、そういうことはちょっと、この2次の場合にも考察することができます。